こんにちは、大洲市議会議員の中野博です。今日は12月15日です。昨日12月14日大洲市議会12月定例会は最終日を迎えまして全日程を終了しております。また昨日の本会議に先立ちます全員協議会におきまして、今全国的に話題になっております子育て世帯への10万円相当の支給につきまして市の方針が説明されました。結論から申しますと、年内に10万円を現金で一括支給するというものでした。また新聞記事で紹介したいと思います。こちらは12月15日の愛媛新聞朝刊の記事です。児童手当受給者の2410世帯児童数4120名分は12月23日に一括給付となります。残りの支給対象者には市から案内文書を送付し、申請後に随時支給します。愛媛県内11市の中でいち早く年内の現金一括給付を決定しました。二宮市長の決断を評価したいと思います。また昨日の全員協議会では他にも重要な事項の説明がありましたので、また明日以降改めて報告します。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。